綺麗です。頑張ってください。ありがとう。休憩終わるからまたね。バイバイ。頑張ってね。早く会いたい。ありがとう。前髪かなり伸びた。これぐらい、多分これくらいまで伸びた。愛しています、ありがとう。何ラーメンが一番？豚骨か醤油。友達とご飯食べてるからもう寝見てる。ありがとう。髪まで伸ばすの？後ろの？後ろ？前髪？味噌ラーメンはね、食べたことない、多分って感じ。あるかな？ない気がする。うん、ない気がする。味噌バターコーンっていうのさ、聞いたことあるけど食べたことない。食べてみたい。ちょっと今度食べてみようかな。味噌ラーメンってさ、どこのラーメン屋さんにもある？なんか醤油と塩が定番って感じしない？シナはこってり好きだよ。北海道で食べた。いいなぁ、味噌バターラーメン。いいなぁ、食べてみたくなってきた。ちょっとお腹鳴りそう。麺類ね、全部好き。全部全部好き。うどんも好きだし、パスタも好きだし、ラーメンも好きだし、そばも好き。締めも好き。全部好きだね。これ炭水化物。そうだよね、麺も炭水化物なんだよね。好きですね。美味しいよね。わかる。ウインクさ、うまくなったくない？突然話変わる。そうだから最近写真撮るときさ、調子乗ってウインクとかしちゃうんだよね。昔は一切しなかったのに、ちょっと上手になったからってウインクして写真を撮りがち。カップラーメンはもうここ数年食べてない気がするから分かんない。こっちのが得意かな。
3ヶ月パーは大丈夫。うん、食べれる。ウインクとスキップは練習すればいいから。え、そうなん。まあでも何でもそうか。シナはスキップできる。なんかさ、このショールームで見るこの髪の毛の色めっちゃいい感じ。いいね。突然話変わる。いい色ですよ、ありがとう。なんかさ、これで見るのめっちゃいい感じの色、自分で言っちゃう。それ思った。何色って、普通に茶色みたいな。めっちゃでもいい感じ。イエーイ。What's her name? あなたの名前は？シーナだよ。She's so pretty. ありがとう。茶髪お似合い。ありがとう。イエーイ。黒髪時代よりも今のがいい。シーナも好き。今の方が。英語読めちゃった。シナだよ。さすが可愛いギャルですね。ありがとうございます。ちゃんと可愛いってつけてくれるところが素晴らしい。Nice to meet you. You look pretty when you smile. あなたのスマイルは可愛いかな。合ってるか。あなたのスマイル、あなたの笑顔の、あなたの笑顔の時が可愛いかなって意味かな。 How old are you? 20。 よくできました。Wow, you are so young. Oh, あなたはとても若いだね、それは。すごくない？英語バカっちゃった。英語できるやんって。英語めっちゃ苦手。仕事行ってくる、頑張ってね。You are...あーもうわかんない。シチュー電柱シチュー、うん、わかんない、わかんない。英語教室かな。何時までやろうかな。鬼かわいい、ありがとう。鬼かわいい、いただきました。7時10分か15分ぐらいまでで終わります。突然の配信にもみんな来てくれる、ありがとう。僕のお友達が今日誕生日なのでおめでとうって言ってあげれるかな、言ってあげてくれるかな。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。イエイ。目覚めた顔面タイプなんよね。
握手も変な謎な感じで好き。ありがとう。嬉しいじゃん。かゆい。兄弟で見てる。いいね兄弟。シナは一人っ子だから。兄弟ないから羨ましい。在籍何年？2年目です。頑張ってください。ありがとう。3年目だって間違えちゃった。3年目です。2月の平和島でのしなちゃんが恐ろしく綺麗で好きになりました。ありがとうございます。嬉しい。みんなありがとう。そっか、丸2年ってことだから3年目ってことか。雷鳴見てハマった。嬉しいですね。しーちゃんは雷鳴しかやったことないですね。動いてるしーちゃん久々に見た。うん、お腹すいた。わかる。シナも同じ気持ち。もうちょっとで終わるから、そしたらみんなご飯食べよう。お腹鳴った。お腹鳴っちまったぜ。みんなご飯食べんの早くない？いいね。シナはこれが終わったらご飯を食べようと思います。何色が好きですか？唐突。ピンクかな。服とかは黒とか白が好き。好きな色って聞かれたらピンク。美人さんだ。ありがとうございます。またできる時でいいからよろしくね。はーい。またいつかやります。
つもいつかっていう。またいつかやります。その時は見に来てね。ゲリラでも対応します。してください。シナはあんま告知とかしないんで突然の配信、皆さん来てね。そう、基本ゲリラキーチ配信ぐらい、それぐらいだね。このゆるさが好き。ありがとう。ゆるゆる、ゆるゆるのとろとろののそのそ配信。一人なんちゃらはよくする。一人焼肉とかそういうこと。一番するのはスタバ安定の。一人焼肉したことない。なんか一回してみようって思ったんだけど、結局やめちゃってしたことない。そう、カフェは一人で。そう、焼肉はちょっとねやめちゃったね。桜なんちゃらはね飲んでないです。だよ、ありがとう。でももうすぐ終わっちゃう立ち食いそばっていうものを食べたこと、行ったことない。一人ラーメンもない。一人遊園地もない。新幹線のホームのきしめん食べたことない。いつもいい匂いだなって思って通ってるだけ。あれ、あのさ、ホームでさ、新幹線のホームできしめん食べるのはさ、新幹線が行く前に食べるの、それとも帰ってきた時に食べるの。あれはさ、行く前にさ食べる人はきしめんじゃなくて、その立ち食いきしめんか、新幹線きしめんを食べる時間を考えてチケット取るのかな。ああ別に、ああそういうこと。あ、時間があったら食べよっかなみたいな。なるほどね。ね、お腹鳴ったあ、時間次第ね。ダッシュでさ食べたらさ、もったいなくない、なんか美味しいのにって。
シノは一回も食べたことないですね。シノ食べるの多分遅いんだよね。遅いタイプだから結構大変かもね。5分で食べるのは結構大変そう。大変そうと分かんないけど。新幹線では、でもやっぱ新幹線の時はマスタバとか買っちゃうかな。なんか暇だからさ、新幹線って食べちゃうよね。あ、飲んじゃうよね。え、猫舌ではないかな。でも猫舌の基準ってさ、人それぞれだからさ、わかんないんだけど、自分では違うと思ってる。新幹線で寝れる人、寝るときと寝ないときあるけど、全然寝れる人。あ、でもあんま寝れないかな。わかんない。本当に究極に眠たいときだけ寝てるかもしれない。はじめまして、ありがとうございます。熱々おでんも OK。 おでん、うん、うん、窓側と通路側は窓側かな。でも意外と寝てても自分の降りる駅近くになると目が覚めるっていうのはすごいよね。何なんだろうあれ。なんか、体が反応するのかな。乗り過ごしそうになったことはあるけど、過ごしたことはない。普通の電車とかはある、地下鉄とかは全然乗り過ごすこととかあるけど、新幹線ではやったことない。新幹線だったらもうやばいよね。でも「こんばんは、しのちゃんの顔久々見れた、久々」。でももう終わりにする。終わっちゃう。そろそろ終わりにしましょうかな。みんなありがとうございました。みんな手洗いうがいしっかりするんだよ。元気でね。またいつかやります。あ、ランキングね、読みます。こっちにカメラしちゃった。また13位ドアラさん、12位オフサイド愛媛さん、11位ミランさん、10位前田さん、9位かすみしょうさん、8位まさん、7位スワローさん、6位まえじゅんさん、5位アッシーさん、4位ゆうきさん、3位すえひろさん、2位ちゃんさん、1位すぎもちゃんさん、ありがとうございました。バイバーイみんな、またね、ありがとう、バイバーイ、また会いましょう、バイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバーイ。バイバーイ、おやすみ、おやすみには早いか。またねバイバーイ。バイバーイ。本当に切ります。バイバイ、またねー。